バレーボール男子日本代表が来年のパリ五輪出場を狙い挑む FIVB パリ五輪予選ワールドカップバレー2023が9月30日に開幕を迎えた初戦に臨んだ世界ランク5位の日本は同28位のフィンランドとのフルセットマッチを3の225から1725から1525の2719から2515から12で制して 国立代々木競技場第一体育館を埋め尽くした観客1万227 22人の前で白星発信を飾った。動画、今シーズンのナンバーワンショット、高橋蘭が披露した、後ろ向きアタックをチェック。この試合をライブで伝えた国際バレーボール連盟、FIVB の配信サービス、バレーボールテレビの解説者は、開始前に注目選手として、アウトサイドヒッター、OH、 首相、石川祐希をピックアップ。彼の右腕は危険な武器、対戦相手に深刻なダメージを与える選手、と紹介した。その石川が豪快に相手ブロックを弾き飛ばして試合をスタートさせた日本が、力の差を見せつけて2セットを練習した。この日一番に会場を沸かせたのは、OH 高橋蘭が第2セット序盤に見せたスーパープレイだ。 石川とセッター関田正宏のディグでラリーが続くと、体を空中で半回転させネットに背中を向けたまま、相手ブロックの外側から背面ショットを決めてみせた。これには解説者も驚きを隠せず、なんというフィニッシュ。まさに魔法、と大興奮。スロー再生が映し出されると、ノールック弾。これは、今シーズンのナンバーワンショット。華麗な天才技、と叫んだ。中盤には、 フェイクセットでオポジット西田裕二のバックアタックを演出。トリッキープレーの元祖、フランス代表イアルバンヌがペトを彷彿とさせるパフォーマンスを、ラン・高橋の二つのプレーは、今日のハイライトに確定だ、と感激しながら絶賛した。ところが、選手を入れ替え、リズムをつかんだフィンランドにフルセットへ持ち込まれ、最終セットは10から12の劣勢で終盤へ突入した。そこから、ミドルブロッカー。 メガバイト、小野寺大使のサーブを起点に猛攻を開始。メガバイト山内明弘のブロックと相手の攻撃ミスで同点に追いつき、途中出場の OH 大塚辰則のレセプションから高橋蘭が逆転弾を叩き込んだ。そして、コートに戻った西田がブロックアウトで引き寄せたマッチポイントを、ここでも高橋蘭が強烈なバックアタックで仕留めて試合終了。 怒涛の5連続ブレイクで辛くも相手を振り切り1勝目を挙げた。